はい、皆さんこんにちは。今日の気化人第59回目です。今回は歌手の天中恵さんです。天中恵さんは日本の歌手。所属事務所はオフィスコットン。所属レーブルはビクターエンターテイメント。本名は蔡由佳と、もう一つ白戸麻里。本名二つあると。で、中国人を祖父に持つクォーターであると書いてあります。で、CD、シングルアルバムをいくつか出されておりまして、写真集、ラジオ、テレビ、いろいろ活躍されております方です。で、こちらの方です。で、いろいろCD 出されておりまして。昭和51年3月28日生まれで確認いたしまして、平成9年10月28日の官報に載っておりました。ここら辺に書いてあります。右下の方です。で、また見やすいな電子版にいたします。東京都世田谷区、兄弟で帰化されてまして、これですね、昭和51年3月28日。昭和51年3月28日と。昭和51年3月28日。で、生年月日が一致していて、このウィキペディアの方で、まあ、本名は2つありますけど、1つ、蔡由佳ありまして、同じですね。蔡由佳さんで、昭和51年3月28日と。生年月日と、まあ、民族名、名前が一致しておりますので、天中恵さんが帰化されておりますことが分かりました。で、もう一人は、まあ、一時遺体児になってますが、妹さんでしょうか。確認できました。で、中国人を祖父に持つクォーターであると書いてありますが、まあ、実際には気化情報に出てますことからも、クォーターじゃないんですね。もっとなんですけど、他の方々全般的に見ましても、なるべく日本人の血統に近いように、このように書いてあるんですね。しかし実際には調べますと、まあ、ご両親帰化された 100% の方だったり、もしくは逆クォーターですね。日本人がまあ4分の1だけ入っているような人だったりと、そういう方々が多いです。やはり日本の有名人、は在日や帰化人の方々ばかりということになります。で、今回こちらの方、天中恵さん確認いたしました。先ほど妹さん、これですね、おいしい中国街というコーナー名で、実の妹のめいめいさんが担当されたと書いてありまして、まあ、漢方のもう一人の妹さんらしき、この方がめいめいさんかもしれないですね。今回天中恵さんについて確認いたしました。以上にいたします。ありがとうございました。失礼します。